今回の提言は DJ カクタスツイステッドギアーズの提言ウロボロスの第3部となる DJ カクタスの提言2食材です。前回は第2部の壊れたる神を紹介したんだったが、今回はどんな激ヤバオブジェクトなんだ。オブジェクトの詳しい説明に入る前に、この報告書で使われている新しいシステムをざっくり紹介しましょう。この報告書ではアノマリークラシフィケーションシステム、日本語ではアノマリー分類システムと称されるものが使われています。このシステムの特徴は、財団に必要な情報が明示的かつ端的に示されていることです。ごちゃごちゃしてるから分かりにくそうだけど、それぞれ何を表しているんだ。左上の001はアイテム番号、この場合 SCP-001 の001に当たる部分ですね。右上のレベル5という表記は、この報告書を閲覧するのに必要なクリアランスレベルです。レベル5の報告書は O5 や倫理委員会など財団の最高レベルの権限がなければ閲覧できません。アイテム番号とクリアランスレベルの横にある赤い横線は、必要なクリアランスレベルに対応した本数と色で描かれます。収容クラスで表されるのは収容の難易度です。基本的には従来の SEK 分類が使用されます。従来までだったらこの表記だけで十分だったのに、あと2つもクラスがあるな。学ランクラスで表されるのは、オブジェクトがこの世界の現状をどれほど満たすか、オブジェクトがどれだけベールを破壊しうる能力を持っているかです。異常性の効果範囲や異常性を無力化する難易度などが考慮されます。例えば容易に感染し急速に拡大する感染症などは学ランクラスが高いと言えます。言葉通り社会がどれくらい拡散されるかって感じか。アミダクラスともなると、影響は基地の世界全体を超え宇宙全体まで広がる可能性があるとされています。リスククラスで表されるのは、オブジェクトの影響がどれほど激しいか、どれほど早く影響が顕在化するか、非影響者に回復の可能性があるかなどです。異常性自体の危険度と言っても問題ないかもしれませんね。感染症の例で言えば、感染すると致死率が 100% の感染症はリスククラスが高くなるという認識で大丈夫です。今回紹介する SCP-001 は、収容クラスがケテル、学ランクラスがアミダ、リスククラスがクリティカルと、どれをとっても最高に最悪なクラスです。真正面から人類悪やってる最悪の敵ですね。つまり収容の難易度がとても高く、異常性が宇宙全体まで広がる可能性があり、世界とベールに多大な影響を与え、影響が極度に激しく現れて回復の可能性がないオブジェクトってわけか。さて、アノマリー分類システムについての話はこれまでにして、 SCP-001 の話をしていきましょう。この報告書にアクセスすると、まずはじめにこんな表示が出てきます。監督者のみ閲覧か。以下のファイルには、ハラークラス、ダークボディ全世界軍終焉シナリオに関する情報が含まれています。全世界軍終焉って、何やらとんでもないことが書いてあるぞ。これは一体何なんだ？ハラークというのは、元のアラビア語で完全な破滅を意味する言葉だそうです。このシナリオが何を意味するかは、報告書を読んでいけばおよい理解できるでしょう。今のところはそこまで気にしなくても良さそうだな。DJ カクタスの提言2、食材、アイテム番号は SCP-001、クリアランスレベルは5、収容クラスはケテル、学ランクラスはアミダ、リスククラスはクリティカル。やっぱり情報量多いな。わかりやすさ重視で、オブジェクトの発見経緯的なところから話していきましょう。1982年のある日、財団の研究チームはとある装置の試験を行っていました。その装置とは、時空間の性質を操作し、時空を歪ませるタイプのオブジェクトを収容するための装置でした。これがその装置、ピエトリカウ・フォンテイン空間安定化装置です。その名の通り、ピエトリカウ博士とフォンテイン博士によって作られた空間安定化装置です。パルキアみたいなのを収容するための機械か。その場合パルキアが001だろ。装置の試験中、粒子加速器である元素を作成した時に、元素に何やかやあって小型の特異点が作られました。この実験は以前行われた他の実験のスケールアップとして行われたものでしたが、その際には特異点は発生した瞬間に消滅していました。実験は成功だ。しかし途中で問題が発生しました。研究助手のカルビン・デスメット博士が加速器のアームが一つ劣化していることを発見したのです。デスメット博士はパーツの交換を申し出ました。実験開始まではまだ1時間以上あり、実験室も閉鎖前だったので、デスメット博士はパーツ交換のために部屋に入りました。しかし、加速器の立ち上げ中に、メイン発電機の出力調整器の機能が不明な原因で低下し始めました。実験前の出力異常は放射線の蔓延を引き起こす可能性があるため、退去命令が出され、実験室は閉鎖されました。おい、まだ中にはデスメット博士が。デスメット博士は加速器の起動音で警報を聞き取ることができず、パーツの交換を続けました。うるさくて警報が聞こえないですね。よし。7分後、出力調節器が機能停止し、加速器は開始直前レベルまで稼働しました。博士はそれに気がつきましたが、非常口にたどり着く前に特異点が形成されてしまいました。特異点は装置内に残りましたが、安定化アームは劣化により故障し、博士は裸の特異点に暴露してしまいました。実験室、研究棟の大部分、そして博士は特異点に吸い込まれ、直後に特異点は消失しました。激ヤバ労災起こってるじゃねえか。裸の特異点って、ブラックホールの真ん中にあるとか言われてるやつだろ。そんなのに吸い込まれたらひとたまりもないな。これが被害発生後の様子です。
爆撃でもされたみたいに建物が吹き飛んでいるのがわかりますね。施設が山奥に建てられてて一安心だな。この事件によって崩壊したサイト11の修復は数年かかり、その間安定化装置は自動システムが管理を行いました。装置の性能試験を行えるようになったのは事件から13年も経った後でした。13年後、1995年だな。実験の再開から数年間は必要なエネルギーの削減と自動化の推進を目的に小規模な実験を繰り返していました。2005年後半、実験チームは自律的特異点に対する安定化装置の試験に向けたテストを始めました。この研究の元々の目的は時空間を歪ませるオブジェクトの収容に使える装置の開発だからな。事故が起こってもそれで安定化装置の試験をやめるわけにはいかないか。2006年、実験チームは次世代人工知能システムネツァクを導入し、試験のスケールアップを行い、実験の完全稼働を開始しました。そして稼働開始から数ヶ月後の5月、彼らはある実験を行います。その実験とは、安定化装置の出力を最大にした状態で装置内に特異点を作るという実験です。デスメット博士が飲み込まれたあの実験のすごいやつバージョンですね。システムは新しくなったけど、果たしてうまくいくのかな。実験が始まってからしばらくの間は特異点と実験室の双方とも問題ありませんでした。おお、それは良かったな。しかし実験開始から2時間後、装置内の空間に異変が発生しました。特異点は急速に拡大し始め、装置の限界を超えて広がりそうになってしまいました。特異点の拡大は熱悪の活躍によって収まりましたが、特異点は放射性ガスと塵の厚い雲によって覆われ、装置内部に隠れてしまいました。なんかまたヤバげな事故起こってるじゃん。ハインリッヒもびっくりだよ。職員が装置の補強を始めると、特異点は職員との対話を試みました。初めは解読不能でしたが、やがて完全な文章に変化し、特異点が人型であることが発覚すると会話に変化しました。まさか特異点が自我を持ってるってことか。この人型の特異点が SCP-001 です。そして SCP-001 は財団との対話を望んでいるようですね。そして SCP-001 の暴走などが原因で特異点が不安定化する可能性があるため、不安定化イベントの対抗策として40 days プロトコルが策定されました。プロトコルの内容は以下の通りです。不安定化イベントが発生すると、施設からの撤退を開始すると同時に40分のカウントダウンが始まります。撤退開始から7分後、近隣の川につながっている水門を開き、施設の下部を水没させます。9分後、実験室に置かれた爆薬を作動させ、実験室を破壊し、ディープウェルハイロ坑という施設の内部へ崩壊させます。ディープウェルハイロ坑というのは、爆弾処理班が爆弾を穴に埋めてから爆破処理するみたいに SCP-001 を入れて処理するための穴みたいなものです。19分後、サイトに設置された爆弾も起爆させて、サイト丸ごとハイロ坑の中に崩壊させます。次に施設周辺に置かれた爆薬によって地滑りを起こして、ハイロ坑を埋没させてから密封します。最後にハイロ坑に設置された核爆弾を起爆させて SCP-001 を破壊します。こいつら毎回核でなんとかできると思ってんな。もしここまでやっても SCP-001 が破壊できなかった場合は、O5 に報告をしてトレデシムプロトコルの実行に備えます。トレデシムプロトコル、なんかまた新しいプロトコルが出てきたぞ。トレデシムプロトコルというのは、ハラーククラスダークボディ全世界軍終焉シナリオの開始と同時に実行されます。プロトコルの内容としては、終焉シナリオが発生した際に全職員日本プロトコルを開始する旨を通告し、財団を解散させ全職員を解雇するというものです。これ以上の情報は伏せられています。そこをもう一声。いやでも機密だしな。教えてくれたら5000円あげるよ。トレデシムプロトコルの本当の目的は、収容違反が発生した際に O5 のオレキレキを異次元へと逃がすというものです。ちなみにトレデシムというのはラテン語で13を意味します。その名の通り、 O5 の13人を逃がすためのプロトコルってわけだな。俺たちか旧職員に内緒でそんなことを企んで嫌がったか。てか、そもそもハラーククラスダークボディ全世界軍終焉シナリオってのがよくわかんないんだけど。10分後くらいにわかりますよ。さてここからは SCP-001 と財団が接触した際の記録です。 SCP-001 と財団との最初の接触はバートン・ラムジー博士が行いました。 SCP-001 は発生が不可能なため、装置の部品を重力によって振動させて生体の代わりとしています。接触時の記録が残されているので、それを見ていきましょう。ただのマイクだ、聞こえるかな。どうだ、機材の確認は済んでいるか。待て、今のはなんだ。何か聞こえなかったか。よく聞いてくれ。ヨハネス、ヨハネス、ラムジー。私の名前を知っているのか。彼はそうだ、ヨハネス・バートン・ラムジー。君は博士だな。SCP 財団。収容、彼は収容されているのか。彼には何も見えない。彼は、装置。これは、ピエトリカウ・フォンテイン。彼はこの場所を知っている。彼は、信じられん、こいつはデスメットか。デスメット？そうだ、デスメット。カルビン。彼の名前はカルビンだった。
残念だが、我々の持つ手段では。この機会、そう、これを止めてくれ。彼にはなすべきことがある。すべきこと。見るべきもの。必要なのは。お前は、なんだ？二つの似たものを区別する方法。必要なのは、監督者だ。一人だけではない。全員だ。ここに連れてきてくれ。それはプロトコル違反だ。それに。いや、彼らはここに来るだろう。彼には差し出せる対価があるのだから。対価とは？活路だ。SCP-001 は装置の事故で死んだデスメット博士だったのか？いやでも SCP-001 はデスメット博士のことを彼って呼んでたな。 SCP-001 はデスメット博士のことを知っていて彼と話せるようにも思えるけど、デスメット博士本人はこっちに話しかけてこない。 SCP-001 は一体何者なんでしょうね。それに SCP-001 は監督者、つまり O5 の全員をここに連れてこいって言ってるな。呼びつけてるのがデスメット博士だとしても、なんで O5 を呼ぶんだ？話を聞く限り彼は O5 を活路と引き換えにここに呼びつけていますね。活路とは一体何なのか、どうして O5 を呼ぶ必要があるのか、謎ですね。謎だな。それではその謎を解く鍵になるかもしれない記録を見ていきましょう。 SCP-001 と O5-1 が接触した際の記録です。君は何者なのかね。申し訳ないがこういった話になる。この姿になるのに幾分時間を要し、自己確立するのにはさらに時間がかかった。おそらく不要だとは思うが、会話を容易にするために私のことをカルビン・デスメットだとみなしても構わない。危険だがこれは良い。彼の特徴が、元の持ち主とは全く異なる別の存在に投影されている。22年前にこの部屋で死んだカルビン・デスメットと同じ存在か？いや、同じではない。多くの面で似てはいるが、変わったのだ。では理解しているのだろう。我々が今どれだけのプロトコルを破ってここに来たのか。ああ、彼は理解できると思う。だが今の状況は常軌を逸している。君は活路と言ったそうだな。ああ、ある意味では。何に対しての活路だ？君たちは世界を脅かしているという理由で奇妙なもの、異常なものを収容しているが、それは傷口に軟膏を塗るようなものだ。根源はエントロピー。避けられぬもの。どれほど努力しても決して逃れられぬもの。存在とは現実同士を織り込んだ非常に複雑な一つのタペストリーであり、各々の現実が極めて整然と編み込まれている。エントロピーはその端をほつれさせ、タペストリーはやがて、ほころび出す。どうやってそのことを知ったのかね？私は見たのだ。カルビン・デスメットはそれを見た。彼の魂が闇に投げ込まれる前のあの瞬間に、君たちが解明不可能であるという理由で収容しているものは、すべてどこか別の場所、それを解明可能な場所から来たもの。異なる現実、それが君たちの現実に染み出してきている。エントロピーはこれを悪化させる。時が過ぎれば境界は完全に消失し、君たちの世界は他の全ての世界と同じように、互いに相反する健全性を持つ無数の現実同士の大戦場と化すだろう。君たちの世界は死ぬ。全ての世界は死ぬ。全ての宇宙は喉が詰まるほどに互いを貪り合い、そして死ぬ。これは仮説ではない、必然だ。確信はあるのか？疑いの余地はない。それが起きるまでに、あとどれだけ猶予がある？数十年。各々の小さなほつれが、システム全体に負担をかけている。このほころびは境界が完全に崩壊するまでに大きくなり、連鎖崩壊が生誕の運命を遂げる瞬間が確定するだろう。未曾有にして不可避だ。君は違うかもしれないが、君の子か孫の世代は悪夢の空を見て死に絶える。君の言う活路とは何だ？カルビンは国へと落ちる寸前に計算した。宇宙の秩序が永久に存続することはなく、宇宙はゆっくりと無秩序になる。一つの軸を永久に伸ばすことはできるが多くの軸は混沌を呼び込む。交差する点で、この世界の未来を保証する方法が一つだけある。他の全ての世界を抹消することだ。理解できん。期待はしていない。君はあの物語たちを目にはしていないのだから。あの瞬間、カルビンはそれを見ることができた。カルビンは終末の日を見て、カルビンはその活路を見出した。ここ以外の全ての物語を抹消し、一つの物語を創造する。何者にも傷つけられぬ一つの宇宙。安全だ。君たちの愛する者たちは侵略する闇から保護される。子供たちは恐怖のうちに死ぬことなく自由な暮らしを謳歌できる。君たちの果てしなき戦いの終焉。暗闇の終焉。光の中に生きる自由。他の全ての現実を破壊することで、か、計り知れない数の生命を失うことになるだろう。そうだ。そして君ならそれが可能だと？そうだ。どうすると？全ての現実の障壁を一度に消滅させる。この現実を除いて、
最も崩れやすい地点に圧搾時空を。あとはエントロピーのなすがまま。その手段を行使しようと思っているのなら、なぜ今まで何もしなかった？私が現れた時、この機械が。私にはこの装置の外を見ることができない。君のことも見えない。機械を止めてもらわねばならない。無数にある現実のどれか一つでも、我々と同じように君を妨害する可能性をどう排除する？我々がしたことに気がついて、破壊し返しに来る可能性をどう排除する？全てが終わるまで、彼らは私のしたことに気づきはしないだろう。長い記録だったな。この会話の終了直後、施設にいた全職員が転属と記憶処理のために近隣サイトへ出向するよう命じられました。では彼らの話していた内容をざっくりとまとめていきましょう。まずはじめに、否定世界に存在する異常なオブジェクトはそれが異常ではない別の世界からやってきたものだと SCP-001 は語ります。この別世界からオブジェクトがやってくる現象というのは、その様々な別世界と規定世界とを隔てる境界線が薄れてきていることを示しています。世界を隔てる境界線がだんだんと薄れてきて、最終的には消えてなくなると、否定世界と他のすべての世界とを隔てるものが失われ、すべてが混ざり合ってしまいます。そうなった際に起こるのは、互いに異なる正常性を持った世界同士が互いに衝突し合う、世界と世界の最終戦争のようなものです。すべての世界は自分以外のすべての世界群からの異常な影響を受けます。世界は他の世界群を貪り、すべてが異常な世界はやがて死にます。これこそが冒頭で出てきたハラーククラス、ダークボディ全世界群終焉シナリオの全貌です。正常なものなど何一つない、すべてが狂って壊れた世界。そんな絶望的な未来が今後数十年以内に訪れる。 SCP-001 はそんな未来を O51 に語ります。そこで出てくるのが例の活路か。はい、全世界群終焉シナリオは世界と世界を隔てる壁が失われることによって起こります。 SCP-001 はこの終焉を回避するために、規定世界以外のすべての世界を抹消し、異なる正常性を持つ世界が存在しないようにするという手段を挙げています。他の世界がすべてなくなれば、全世界群終焉シナリオも起こらないし、これ以上オブジェクトが増えることもない。規定世界にとってはいいことだけど、代償は大きいな。でもそうしなければ世界は混沌に沈んで終わるだけ。掴むしかない、すがるしかない活路です。どうするにせよ O5 は決断するしかないな。はい。そして2007年1月11日、監督評議会は SCP-001 の提案を受けるかどうか決を取りました。評議の議題は、規定世界の終焉を回避するために SCP-001 実態を用いることの是非です。世界の命運が、世界軍の命運がここで決まるわけだな。緊張してきたぜ。本議会は、世界の終焉を阻止する目的で、SCP-001 を利用することに賛成するか否かに関する意見を聴取するために開かれたものです。O53、用意ができていれば、互いに独立した数組のチームで調査を行い、SCP-001 は、創造の性質に関して話した内容という点では正しいらしいと結論付けました。財団が認知し、収容したアノマリーの傾向曲線は、SCP-001 が予言した加速的増加と一致します。我々のモデルに基づけば、新たなアノマリーの数は30年以内に収容不可能なレベルに達し、過去のそれをはるかに上回ると予測せざるを得ません。最も有力な予想では45年以内に大きな破綻が発生するとされており、そうなればもはや打つ手はなくなるでしょう。それはどのような理由で起こるのでしょうか？その実態の話した通りの速さで宇宙が崩壊するというのは、何が原因なのですか？デスメットによれば、他の現実で自身らの世界の終焉を阻止するために取られた行動が、全宇宙軍の形而上学的構造に深刻なダメージを与えているとのことです。本当に無数の宇宙があることを考えれば、救済型のどの宇宙でもなく私たちの元に現れるというのは、確率的にありえません。その通りです。しかし我々以外の別の宇宙の元に現れていた可能性も、また同じくらいありえないものです。その実態が虚偽を述べていないとどうしてわかるのです？もし嘘だというのなら、蚊の存在は、自分が経験したと主張する体験なしに、高度な形而上学的概念を極めて正確に把握していたということになります。さらに言えばですが、私は許可を取り、数多くの未来予知が可能な実態と話をし、それは禁止事項では、知りたいのはあなたも同じではありませんか？我々が下した決断をそうそうたやすく覆しては、我々は可能な限り確認し、未来予知のビジョンが急に途切れる時点があることを確かめました。数十もの実験データを引っ張り出してようやく、何者も2066年以降の予知ができないと気がつきました。オブジェクトがただの現実改変者であったらどうするのですか？装置から出してやるなり我々を皆殺しにしたら？この実態はヒュームを操りません。操っているのは重力、時空間です。あの実態、デスメット博士は全く別の何かです。か。仮にその生命体が本当に自称している通りの存在で、話した内容を本当に実行できるとして、それを解き放つことは途方もなく数多くの、多くの命の死を意味します。それほど数多くの生命に裁きを下すことなど、どうしてできましょう？他の宇宙が異常存在ではないと誰が断言できましょうか？これは単に存在して然るべきなのかもしれません。
自然の摂理であるのかもしれません。奇弁だ、我々は。それでも無数の生命の終わりであることに変わりありません。とても、とても想像もつかないほど多くのものが死に絶えることになります。無偏在の命が、無関係の命が、です。我々の誓いは正常性を維持し、我々の世界を守ることです。この世界を、よその世界のことはよその世界の仕事です。そうした要注意宇宙、そのどこかにある監督者評議会も同じように行動するでしょう。この場所、この場所のすべて、科学、軍国主義、ありとあらゆるもの。そのすべては唯一にして到達不可能な目標を成し遂げるためのもの、すなわち怪物を目に見えぬ場所に押し込めるためのものです。今、我々は十分ではないかもしれませんが答えを見つけ出しました。どちらを選ぶにせよ、日々の終わりはいつか我々の元に訪れます。しかし、我々には選択肢があります。何もしなければ全ての宇宙が苦しみのうちに死に絶えます。この手段を実行すれば、ほぼ全ての宇宙が苦しみのうちに死に絶えますが、我々だけは助かります。一度終わってしまえば、何もかもが終わりです。私たちが行ってきた努力が、この世界を守るために死んでいった者たちが無意となることを阻止できるのです。我々の歩んできた道の終わりに、それほどの価値もないというのでしょうか？来たる終末の日から我々自身を守ることは、それほどの価値もないというのでしょうか？討論に入りましょう。世界終焉を回避するために SCP-001 実態を用いるか。賛成の方は？提言ざっくり紹介シリーズパート6、お疲れ様でした。前回の壊れたリュカミに引き続き、今回の食材も前後編の2部構成となってしまいました。長い提言だから仕方ないね。あと、私が好きな提言だからひいきしてじっくり紹介しているというのもあります。楽しみにしている皆様には申し訳ないのですが、ここで一つ残念なお知らせがあります。週末の日コンテストで、同提言とともに執筆されたテール、黄昏と、ディメンションズ2、3&オーナードに関しては、このシリーズでは取り扱いません。紹介の最後に衝撃をさらっと触れて終わりにしようと思っているので、気になる方は動画説明欄から記事に飛んで、おのおの読んでみてください。未翻訳のものもありますけど、面白いので読む価値ありです。それでは皆さん、また会う日まで。また会う日まで。